バットマン、アーカム・アサイラムは、グラント・モリソン原作、デーブ・マッキーン作画による、グラフィック・ノベル作品である。1989年に、米国の DC コミックスから出た単行本が初出。日本語版は2000年の初版と2010年の完全版がある。後にバットマン系タイトルの聖ライターとなる、グラント・モリソンが初めて書いた、バットマン作品である。先行作、 ダークナイト・リターンズなどに触発され、独自のアプローチでバットマンを描く作品として構想された。作中では、おびただしい象徴的図像が用いられ、バットマンの代表的なヴィランの脱構築が行われている。ペイントアートやコラージュによるデーブ・マッキーンの抽象的な作画も特徴の一つである。主人公のバットマンは、ゴッサムシティの凶悪犯が習慣される。 精神病院がアカムアサイラムで起きた暴動の鎮圧に出向く。邸内で出会ったジョーカー、トゥーフェイス、キラークロックなどの旧敵たちは以前と様子が異なっていた。バットマンはアサイラムの深部に進み、その設立者、アマデウス・アーカムの生涯や屋敷に潜む超自然的かつ心理的な謎に迫っていく。本作は、 売れ行きの面でも、批評面でも高い評価を受けた。多くの評者は、本作がバットマンコミックとして、あるいはグラントモリソン作品として、最高傑作の一つだと考えている。後年には、バットマン神話の重要な位置を占めるアーカム・アサイラムの設定を確立した重要作品とみなされるようになった。コンピュータゲームシリーズ、バットマン・アーカムの 第一作で傑作と名高いバットマン・アーカム・アサイラムは本作から影響を受けている。ゴッサムシティで強行を犯した精神障害者を収容するアーカム・アサイラムが習慣者によって制圧される。首謀者のジョーカーは院長チャールズ・キャベンディッシュらを人質としてバットマンの来院を要求する。アサイラムへの恐れを隠して乗り込んでいったバットマンは 過去に捉えた犯罪者たちの共演に迎え入れられる。余興として、セラピストの人質ルース・アダムスによる精神分析が行われ、両親の死のトラウマを暴かれそうになったバットマンは動揺する。人質の命を盾にかくれんぼゲームを強要されたバットマンは閉ざされた屋敷の中で宿敵たちに追跡され、それぞれの狂気と対決する。 現代の物語と並行して20世紀初頭の精神科医、アマデウス・アーカムの改装が差し挟まれる。アマデウスは幼少期を過ごした古い邸宅に移り住み、犯罪者のための療養所に改装しようとしていた。しかしやがて、かつて患者だった連続殺人者によって、妻と幼い娘が屋敷の中で強姦されて命を奪われる。アマデウスは犯人の治療を引き受け、 医療事故と見せかけて殺害した。バットマンが塔の頂上で発見した秘密の部屋には院長のキャベンディッシュがいた。暴動の黒幕だと看破されたキャベンディッシュはアダムスを人質に取り、アマデウス・アーカムが残した日誌を読むように言う。アマデウスはアーカム邸内でコウモリのような生き物を目撃し、悪意を持つ超自然的な存在だと信じていた。 屋敷をアサイラムに改装してからは、悪霊をそこに縛り付ける、マズツ儀式に身を捧げた。数年前に日誌を発見したキャベンディッシュはコウモリを、打ち果たす使命を与えられたと思い込み、バットマンをおびき寄せたのだった。バットマンが狂人を、次々と送り込んだのは、アサイラムの悪霊を声太らせる行為でしかなかったという。キャベンディッシュは狂乱し、バットマンを格闘で圧倒するが、 カタワラのアダムスによって喉を切られて死ぬ。脱出を果たしたバットマンは斧で玄関扉を破壊する。しかしジョーカーはアサイラムからの解放を拒み、逆に死刑を与えようとする。バットマンはトゥーフェイスのコイン投げに自分の運命を委ねることを提案する。治療の一環として没収されていたトレードマークのコインを取り戻したトゥーフェイスは正気を蘇らせ、 バットマンに自由を宣告する。ジョーカーも、その結果を受け入れ、外のアサイラムに耐えられなくなったら、いつでも戻ってくるように言う。本作は、スーパーヒーローフィクションを脱構築する、バットマン、ダークナイトリターンズのような先行作品から影響を受けている。モリソンは自身でもバットマンを独自に、再創造しようと考え、象徴主義やサイコロジカルホラーのテーマ、並びに、 カール・ユングやアレースター・クローリー、不思議の国のアリスからの引用を取り入れた。さらにアーカム・アサイラムという場所における狂気のメカニズムを作り出すとともに、バッドマン世界の古典的キャラクターに新たな心理学的解釈を与えた。例えばジョーカーは固有の人格を持たず、卓越した知覚で周囲の状況を読み取って、瞬時にペルソナを変化させる過剰に正気な人物だとされる。 この現代的な解釈は、長い歴史の中で頻繁に変化してきたジョーカーのアイデンティティに一つの連続性を与えるもので、本作の内容の中でもよく知られている。マキシー・ゼウスは電撃を発するヤセキスの男として描かれ、メサイア・コンプレックスを持つ一方で、電気ショックと食粉に執着している。トゥーフェイスは、あらゆる判断を、コイン投げの二択で決める脅迫行為を持っていたが、 二元論への執着を治療するためコインの代わりにタロットカードを与えられたことで選択肢が増えすぎて何も決められなくなってしまう。マットハッターの不思議の国のアリスへの変質はペドフィリアの含みを持たされる。クレイフェイスは闇衰えた姿で現れ、バットマンが聖書のイエスであるかのようにその服に触れようとする。キラークロックは本物の爬虫類のような姿を与えられ、 天使ミカエルと戦う竜を象徴する。伝統的なスーパーヒーローコミックと異なり、本作ではキャラクターの性的な側面が描かれている。モリソンの当初のスクリプトでは、ジョーカーは化粧して黒のランジェリーを身につけたマドンナのパロディとされていた。しかし、公開日の近かった映画バッドマンに登場するジョーカーのイメージに影響することを恐れた DC 社によって、 その描写はボツにされた。それでもなお、ジョーカーは、バットマンに何らかの愛情を抱いているように描写され、性的な挑発を行い、ロビンとのホモセクシュアルな関係をあてこする。マットハッターは、自動性的虐待者として描かれ、クレイフェイスは、性感染症と関連付けられる。アマデウス・アーカムとチャールズ・キャベンディッシュはいずれも助走を行う。モリソンは、 精神分析理論やユングの原型論から影響を受け、各キャラクターが抽象概念や感情を体現するように性格付けを行った。すなわち本作はバットマン自身の精神を探る冒険であり、マットハッターはそれを読者に説明する役を与えられている。時々、アサイラムは一つの頭だという気がする。俺たちは巨大な頭の中で、 そいつの夢の中に存在している。ティム・カラハンは本作のストーリーをユング心理学に基づいて解釈している。物語前半でジョーカーがバットマンのマスクこそがあいつ自身だというようにバットマンは表層的なペルソナとして登場する。そしてアサイラムを探検する中でヒリ性的なシャドウであるビランたちと出会い勝利を収め統一された事故となって去っていく。 本文の大部分の作画と表紙を担当したデーブ・マッキーンは、ペイントアートや素描、写真、さらにミクストメディア・コラージュを取り混ぜて、印象的なページデザインと豊かな象徴性を生み出した。象徴や比喩表現、シュルレアリスムは豊富に投入されており、多くのシーンではそれらが特定の心理的効果を生むために使われている。 例えば、マキシーゼウスの電気ショック療法室は入り口に、ギリシャ語で、ガンマ、オームシータ、シグマ、オミクロンと彫り込まれている。象徴の多くは15周年記念版に収録された、モリソンの注釈付きスクリプトによって解説された。アーカム・アサイラムは、レタラーを務めた、ガスパー、サラディーノの独特なスタイルや、それぞれのキャラクターのために、個別のフォントを作り出したことでも評価されている。 キャラクターごとにレタリング処理をカスタマイズする習慣はこの後に広まった。DC のバーティゴラインやマーベル作品の多くでその例が見られる。吹き出しに独自のスタイルが与えられたキャラクターも多い。バットマンの吹き出しは黒地に白文字、マキシーゼウスは青地にギリシャ文字のフォントで描かれる。ジョーカーのセリフは吹き出しで囲まれておらず。 ところどころにインクが染みた赤字で書かれており、本人と同じく無規律である。原作者、グラント・モリソン。作画家、デーブ・マッキーン。1987年の初め、英国から新しい才能を発掘しようとしていた DC 社の編集者、カレン・バーガーらは、ロンドンで多くのクリエイターを面接し、企画の提案を受けた。この時に、 スコットランド出身のグラント・モリソンが提出した企画が発展して本作が生まれた。当初案では48ページの読み切りだったが、スクリプトを作る過程で64ページに伸び、芸術家肌のデーブ・マッキーインが作画を行う中で、さらにページ数は増えていき、最終的に100ページを超えた。デーブ・マッキーインもまたバーガーの面接を受けた英国人の一人である。 マッキーインが友人ニール・ゲーマンと共に提案したブラック・オーキッドは商業出版としては冒険的な内容であり DC はその観光前に作者二人の知名度を高める必要があると考えたマッキーインが先に本作に起用されたのはそのためだったしかしマッキーインにとってジャンル作品への参加は不本意だった少年ヒーローのロビンに至っては 描くことを拒絶したため、スクリプトから出番が削除された。本作については後に次のように語っている。この題材だからこう描く、ではなく、この題材なのにこう描いてやろう、という考えを持ってしまっていた。今思うと、バットマン作品を本当に描きたいなら、実際に描くのが最善だろう。しかし、好きでもないのに、どうにかして価値のある作品を作り出そうなんて、 時間の無駄でしかない、どのコマも、むやみに描き込みすぎで全くうまくいっていない。ストーリーテリングの邪魔だ。モリソンは、本作の作画家に、バットマン、キリングジョークのブライアン・ボランドのようなリアルな画風を、望んでいた。モリソンは、マッキーンの抽象的なスタイルを批判し、現実の最も恐ろしい表現がないと言っている。モリソンの評価では、 自身の原作とマッキーインの作画は噛み合っておらず、それぞれの象徴体系が衝突している。それが本作の最大の欠点だという。モリソンは本書の後の版に載せた文章で初期に提出したスクリプトが知らないところでコミック業界人によってレビューされていたと回想している。ほとんどの表は重厚な象徴性やサイコロジカルホラーの要素が行々しくて滑稽だという。 もので、同時期の英国人原作者ムーアや、ゲーマンより評価は低かった。モリソンは、当時の評者に、最後に笑ったのは誰だ、クソ野郎。と聞いている。また、普段コミックを読んでいない人はこの本を気に、言ってくれたようだと言っている。あとに、DC 社で長期にわたって、原作者として活躍することになるグラント・モリソンに、とって最初のバットマン作品であり、 自身のバットマンサーガの起点とする意図があったという。オリジナルの副題、A.Serious House on s e r i u s Earth は、フィリップ・ラーキンの詩、教会に行くから取られている。アレックス・カーによるインタビューでは、フランク・ミラーの、ダークナイト・リターンズが構想に、大きな影響を与えたと述べられている。モリソンはミラーが、バットマンで成し遂げたことに感銘を受けていた。 犯罪との闘争に変質を抱いた男という全く新しい人物像が展開されたのを見て自身でもバットマンのコミックに独自の解釈を与えたくなったダークナイトではアメリカ映画やパルプ雑誌のハードボイルド小説からの影響が強かったことからヨーロッパ映画を参考にバットマンの心理的な弱さや善悪の割り切れなさを取り入れようとしたという15周年記念版で 初めて収録されたオリジナルのスクリプトの全文では本作の着想について詳しく述べられた。DC 社のフーズフーシリーズでレンウィーンがアーカム・アサイラムの歴史について短いけれども印象的なパラグラフをいくつか書いていた。アサイラムを設立した気の毒なアマデウス・アーカムのことはそれで知った。テーマはルイス・キャロル、量子力学、ユング、クローリーから思いついた。 ビジュアルのヒントは、シュールレアリスム、東欧風の吹き味さ、黒糖、アルト、シュバンクマイエル、ブラザーズクエイなんかだ。意図していたのは、ありきたりな冒険コミックじゃなく、音楽作品か、実験映画のようなものだった。幻想的、感情的、非理性的な側のノハン響の観点で、バットマンにアプローチしたかった。ダークナイトリターンズや、ウォッチメンが出て、以来、 ひどく、三分的で、現実的なサ能の側から、スーパーヒーローを扱うやり方が流行していたから、それへの回答として、本作が当時流行していた作風への回答だという点は、スクリプトの注釈でも補足されている。抑圧と防衛心が強く、性的に冷え切ったアーカム・アサイラムのバットマンは、サイコパスに近いくらい、暴力的。 衝動的な80年代の解釈に対する批判のつもりだったただしそのような精神的な弱さと女性不信を抱えたバットマンの性格づけは本書だけのものだと述べている。後にモリソンが JLA 氏で描いた強いバットマンはアーカム・アサイラムでの体験によって自らの負の側面を浄化した後の姿だという。モリソンは建築物としてのアーカム・アサイラムが持つ。 象徴性について以下のように説明している。この本の構成は建築物の構造から影響を受けている。過去やアマデウス・アーカムの物語が誓いとなる。隠し通路がアイディアや本の各部を互いに結びつける。シンボルとメタファーが繰り広げられる上階層がある。新世紀科学からも引用していて、 アーカム帝の図面はグラストンベリー修道院やシャルトル大聖堂に基づいている。この本を読み進めるのはアーカム帝そのものの各界を通り抜けていくのに似ている。屋敷と頭は一つだ。本作は1989年10月に出版された。当時のコミック作品としては例外的に ハードカバーの一般賞を思わせる洗練された想定で、マッキーインの表紙側特に目を引いた。ティム・バートン監督の大ヒット映画、バットマンの公開直後だったこともあって、発売直後から売れ行きは良く、コミック界で、モリソンとマッキーインの名は一役高まった。モリソンが手にした印税は予約注文分だけで15万ドルに達した。担当編集者。 カレンバーガーによると2004年までに50万部近くが発行されアメリカで出版されたスーパーヒーローコミックのオリジナル単行本として最大のヒット作になった。モリソンは2011年に公式サイトで全世界での販売部数が60万部を超えたと書いている。ヒラリー・ゴールド・スタインはイグン・コミックスで本作に高い評価を与え、 閉所教不詳になりそうなアサイラムの描写を称賛した。さらに、アーカム・アサイラムは、あなたが読んできた、スーパーヒーローコミックとは似ても似つかない。かつて書棚に並べられた、あらゆるコミックの中でも、傑作の部類と述べた。ゴールドスタインはまた、バットマンのグラフィックノベル作品ベスト25の中で、本書を、キリング・ジョーク、ダークナイト・リターンズ、イヤーワンに次ぐ、第4位に上げた。 ローリングストーン氏は本書をグラント・モリソンの最高傑作の一つに数え、次のように表した。この革新的なグラフィックノベルは、モリソンにとって初めて商業的に大ヒットした作品であり、暗い史上と豊かな心理ドラマを備えた物語ジョゼフ・ザ・トコースキは、ワシントン・タイムズ史上で、バットマンの歴史を通して、鍵となるシーケンシャルアート作品の一つと呼んだ。 ルーカス・シーゲルもウェブメディアニューザーマに寄せたレビューで本作を称賛し、作画を際立って美しく、そして不穏だと表現した。モリソンの研究書を書いたティモシーからハンによるとファンの間では本書が難解だという評価があり、売れ行きに比べて内容が支持されているとは言えない。モリソン自身、おびただしい象徴的図像を用いた本作が、かつてないほどもったいぶった。 バットマン作品だと責められたと述べている。2005年10月に発売された15周年記念版では、モリソン自身が注釈をつけたスクリプトが収録され、作中で使われた象徴の多くが解説された。その他モリソンによる下入りのレイアウトや、デーブ・マッキーインのギャラリー、編集者、カレン・バーガーの後期が載せられた。2000年に初めて翻訳された。 2010年9月には、小学館集英社プロダクションからスクリプトとラフスケッチを収録した完全版として復刊された。翻訳者は、高木亮、秋友克也、押野元子である。モリソンは、サンディエゴコミコン2017で、アーカム・アサイラム2という暫定タイトルの続編に取り組んでいることを発表した。リュック・ベッソン風のスリラーであり、舞台となるのは、 バットマンの息子、ダミアン・ウェインは大人になって、バットマンを襲名する独自の未来世界である。バットマン、インコーポレーテッドでモリソンとコンビを組んだ、作画家、クリス・バーナムが制作に参加し、全120ページのグラフィックノベル作品になると、説明された。発売日は明らかにされなかった。2005年の映画、バットマン・ビギンズで、ジョナサン・クレーンが、レイチェル・ドーズを連れて、 アーカム・アサイラムの地下室へ入るシーンは本作でジョーカーがバットマンと共にアサイラムに入るシーンを再現している。2008年に公開された続編ダークナイトに登場したヒース・レジャー版ジョーカーの解釈は本作から大きな影響を受けている。レジャーは役作りの参考として本書を渡されたが何とか読もうと悪戦苦闘した末に放り出してしまったという。 コンピュータゲーム、バットマン・アーカム・アサイラムは、本書と関係が深く、タイトルは、本書と共通で設定も似通っている。同作のクリエイティブディレクターであるセフトン・ヒルは本書を、ゲーム化不可能なグラフィックノベルと考えていたが、全体的な雰囲気や迫力ある、心理描写からは相当な影響を受けたという。また同作で登場するアサイラムの、新所長クイーン・シン・シャープは、自分が、 アマデウス・アーカムの生まれ変わりだと信じ、アマデウスの母親の狂気や、妻子の殺害など、本作で語られた歴史の数々を引用する。ありがとうございます。